こんにちは、ツーストリングスのスーさんです。このチャンネルでは、世界中から愛されているバンドインナボックスの活用法をメインに、キューベースとその周辺のプラグイン音源、そして音楽生成 AI、エイバの活用など、実用的な視点から最新情報を日々紹介しています。そしてもう一つの視点では、私の好きな楽器、ニコとオカリナ、そしてアコースティックギターにフォーカスしたカラオケ音源の制作も紹介しています。音楽制作のノウハウを身につけることで、定年後の人生を音楽ライフで満たし、生きがい作りを考えているシニア層の皆様へ何かのヒントになればと思います。どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いします。そしてこの動画がいいなと思われたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。今回の動画では、私が普段 YouTube で BGM 動画を作る際に、30分程度の BGM をバンドインナボックスを使って簡単に作る方法を紹介したいと思います。なるべく手間をかけずにリアルなジャズ系 BGM を作る方法となっています。私自身バンドインナボックスで数多くの BGM を作ってきましたが、YouTube で BGM 動画を作る時の作業効率の視点で見た時に、今回紹介する方法がズバ抜けていい方法だと思います。バンドインナボックスを所有している方は、ぜひ参考にしてみてください。それでは、早速やってみましょう。
今回の動画はいかがでしたでしょうか。私は日常生活が音楽制作に包まれることにより人生が豊かになっていくような気がしています。それは作る楽しみ、喜びと同時に得ることができる音楽による収入のおかげだと思います。皆様の音楽人生もより豊かになることを願っています。これからも少しでもお役立ちできるような情報発信を続けていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。この動画がお役に立てたら高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた。2ストリングスのスーさんでした。